お花紙で作るコスモス2021年、まず開いた平らなお花の作り方です。お花紙を半分に折ったら8等分の蛇腹に折ります。蛇腹折り型紙を使うと素早くきれいに折ることができます。これで花2つ分です。真ん中で切ります。これを半分に折ってから真ん中を斜めに切り取り、花びらはギザギザに切っておきます。真ん中を斜めに切るのが新しい方法です。花びらの先は深く V 字に切り取ります。そして斜めに切り落とします。切り込みが中心です。15センチのワイヤーを半分に切って、切り込みの部分に引っ掛け強く引っ張ります。そして2、3回ねじっておきます。折り山を潰すようにして花びらを開いていきます。これで平らな花の形ができました。発泡スチロールのビーズをペットボトルの蓋に取っておきます。花の中心にたっぷりとボンドをつけて、このペットボトルの蓋に乗せてひっくり返すと黄色のつぶつぶがつきますので、形を整えて乾かしておきます。今度は茎や萼のついた花を作ってみましょう。緑のお花紙を4つに裂いたものをさらに3つに折ります。これを三角に1回、2回、3回折って、このこちら側から斜めに細く切り落とします。真ん中は1ミリほど切り落とします。これを開くと額の形になっています。茎用に使うお花紙は4等分したものをさらに4つに切っておきます。開いた花の作り方はここまでは同じです。ワイヤーは半分に切らず、長いまま15センチのワイヤーを引っ掛けます。そしてお花紙を挟んでワイヤーを包んでいきます。これでお花紙ごとワイヤーをねじると茎の出来上がりです。お花を開いたら、この花の付け根のところに軽く糊をつけて、額を通して貼り付けます。もう一度きれいにお花を開いて、真ん中に黄色い発泡スチロールのビーズをつけると、茎のついた開いた花の出来上がりです。真ん中にお花紙の黄色いカラーボールをつけて、後から額をつけます。そしてお花を少し開くと開きかけの花ができました。お花紙を短く切って小さいお花を作ります。
カラーボールは包んでしまうので何色でも構いません。このカラーボールを中に入れて先が少し尖るように包むとつぼみの出来上がりです。もっと小さい花を作って空ボールを全部こう包み込んでしまいます。先を丸くすると硬いつぼみの出来上がり。いろいろな花やつぼみができました。段ボールに刺して乾かしておきましょう。台紙に葉っぱを貼っておきます。ここに花を並べていきますが、ワイヤーを横に引っ張って平らにして配置を考えながらどんどん置いていってみます。茎のついた花やつぼみも並べましょう。位置が決まったら貼っていきます。茎がついたものはボンドを盛り上げるようにしてつけてそこに貼ります。平らな花は茎を隠すように貼っていきます。これで完成しました。何枚か作って並べていくとお花畑のようになります。